1年ほど前になりますけども、撮影現場の忘れ物という動画をアップしました。その動画を見た方からいろいろ自分が忘れた経験談などいただいてるんですけども、今回はそれをご紹介したいと思います。バンド演奏を撮った時、ライブハウスにズームのハンディレコーダーを持って行って収録したのですが、それを忘れてしまいました。結局出てこなかったので盗難かと思います。ズームのハンディレコーダー、これは盗難に遭いやすい人気の機材ですよね。この場合、機材の損害より録音されたデータがなくなったということですから、こちらの損害の方が大きいかもしれません。この方は結局キャメラマイクで収録した音で何とかしたようです。30年くらい前、某キー局のディレクターを青木ヶ原樹海に置いてきて、30分後に気がついて引き返したことがありました。前回の動画でも初めて雇ったアルバイトスタッフを現場に置き去りにしたというのがありましたけども、こちらはディレクターを忘れたということで豪快ですね。忘れ物というより落とし物になりますが、レンズキャップをエレベーターのドアの隙間に落としてしまいました。ビルの管理者にお願いしてエレベーターの定期点検の時に回収してもらいました。これは私も経験あります。昔はエレベーターを点検で止めることは頻繁にありましたけども、最近はリモート点検になって止めての作業は年に 1,2 回ということもあります。気をつけましょう。シナリオを現場に置き忘れて、公開前の番組の内容が外部に漏れたら大変だということで、現場まで戻って探しましたが見つからず、プロデューサーが始末書を書かされたのを覚えています。シナリオですけども、現場では乱暴に扱っているようですけども、盗難とか紛失に関しては皆さん気を使っています。 VP なんかで社外秘の内容を扱う場合は、スタッフのシナリオに通し番号をつけて後で回収するというところもありますね。出演者からブランド物のセーターを現場に忘れたとの連絡があり、探しましたが見つからず、結局照明さんが機材を運ぶ際の養生用にそのセーターを使っていたことが分かり回収しました。それにしてもどう見てもブランド物ではなくボロ布にしか見えませんでした。ボロ切れにしか見えなくても、それが小道具だったりということもありますし、自分のものでないものを持って帰るのはやめましょう。ガムテープや養生テープ、忘れて減ることもあるけど増えることもあります。前回の動画でもピンチは減ることもあるけど増えることもあるというのがありましたね。まあガムテープも同じなんですけども、ガムテープとか養生テープを持っていったものだけじゃなくて、現場にあるものを持って帰ってしまうということもよくあります。気をつけましょう。ハチゴフィルターを忘れて大慌てしました。ハチゴだと思って持ってきたのは CC フィルター。すぐ会社に電話して事務員に持ってくるように頼みましたが、事務員はどれがハチゴフィルタなのかわからない。結局ロッカーにあったゼラチン全部持ってきてもらいました。確か80年代くらいまで、まあこれ間違ってたらごめんなさい、その頃まで映画用のフィルムはタングステンタイプだけだったんですね。ですから屋外撮影では必ずラッテン85番のフィルターを使ってました。ところがそれ以外のフィルターも、まあこのパッケージ全て同じで、ここの小さな、まあ、番号、これだけで判断してましたから、素人の人にはどれがどのフィルターなのかというのは分かんないですよね。出演者につけたワイヤレスマイク、外し忘れてそのまま帰宅されました。前回の動画でも仕込んだマイクを忘れてきたというのがありましたけども、まあ、この場合出演者につけたマイク、自宅まで気づかずに持って帰ってしまったということ結構あるんですよね。服を脱いだ時にケーブルに気がついて、あれという感じです。キャノンのオスメス変換ケーブルを忘れて TA さんにお願いしてお借りしたことがあります。まあこれもよくあるんですけど、できるだけこういうのはやめましょう。 PA さんも撮影班も同じプロなわけですから、ちょっと恥ずかしいですね。ロケ弁の発注を忘れて急遽コンビニ弁当で対応しましたが、スタッフに恨まれました。コンビニがあるところだからまだ良かったと思います。フィルム時代ですが、大事な協力者の名前のスーパーを入れ忘れて、プロデューサーが誤り倒していたのを覚えています。
ビデオだったらカンパケ作業が終わった後でもテロップの追加というのはできますけども、フィルムの場合は初号プリントの前の段階まで戻らないとそれはできません。撮影前日にフィルムを冷蔵庫から出し忘れ、当日の朝出したのですが、キャメラ内でフィルムが結露してしまわないかヒヤヒヤでした。撮影用のフィルムは冷蔵庫で保管するんですけども、撮影前日に冷蔵庫から出して常温に戻しておきます。そうしないと結露した水分でフィルムがフィルムゲートに張り付いて、それでキャメラを動かしたらフィルムが破損してしまうことがあるからです。フィルム撮影にはビデオにはない苦労がありました。機材レンタル屋さんにドリーを発注し忘れ、当日借りれるかと尋ねたらドリーは出てるので無理と言われました。仕方ないので、現場の路面がフラットな場所だったので軽トラを借りてドリーの代わりにしました。軽トラの荷台にキャメラをセットしてエンジンは切って数人で押せばドリーの代わりになります。ただ重いのでスタートと停車をさせるのが力いりますね。ブレーキを踏んだりしたら急停車して非常に危険です。年度末納品の仕上げ作業、 MA スタジオの予約を忘れてた、というより1ヶ月前なら大丈夫だろうと思い込んでいたのですが、3月いっぱい空きはなし、キャンセル待ち予約をしてなんとかキャンセルが出て救われました。今はそんなことないと思いますけど、3月下旬の MA 作業は前年の12月くらいに予約しておかないとなかなかスタジオの空きは取れません。16ミリフィルムの上映会、映写機のテイクアップリールを入れ忘れてた。仕方ないので垂れ流しで約800フィートのフィルムを上映しました。テイクアップリールを忘れたということですけども、私もそれやりました。その様子の再現です。本来ここにテイクアップリールがあるんですけども、なかったのでバスケットに垂れ流しです。若い頃大原町の読み方を大原町と読むのか大原町と読むのか確認しておくように監督に言われたのを失念し、慣れ録当日録音スタジオで確認のために作業を中断させたことがありました。当時はインターネットもなく、区役所に電話したりして確かめましたが、中断したスタジオ費がいくらかかったのか。このチャンネルでも何度か指摘してるんですけども、とにかく録音スタジオに入る前に読み方を確認しておきましょう。特に地名や人名は辞書では確認できないことがあります。工事現場の撮影、助手が安全靴忘れて現場に入れてもらえず、ワンオペ撮影しました。工事現場で一番権限のある人は現場監督ではなくて安全管理者です。この人がダメと言ったら現場には入れません。工事現場に行くときはヘルメット、安全帯、安全靴は必須ですし、現場によっては防塵マスクやゴーグル、ライフジャケットなんかの追加装備が必要な場合があります。まあ、今回のは前回の撮影現場の忘れ物をご覧になった方からのご自身の体験談でした。まだまだありそうなんで、また続きを作りたいと思います。